もうこれだけで永遠に飲めそう。自然そのものが最高のおつまみ。朝から乾杯しちゃおうかしら。私だって麦シュワ以外の飲み物も飲むんだから。それにコーヒーなら君と一緒に楽しめるでしょ。朝日って本当に綺麗。ランドソルじゃこんな景色はなかなか見られないわよね。存分に味わいましょう。おはよう。コーヒー飲むでしょ。普段とは大違いね。だって私が君を起こして飲み物も二人分あるんだもん。キャンプ場で迎える朝って新鮮ね。当たり前のことがなんだか当たり前じゃないみたい。それとも君と一緒だからかな。とっことんキャンプ飯で飲んじゃうわよ。最高の一杯、最高。キャンプって楽しいけど不便なこともあるわよね。何か困ったことがあったらお姉さんに頼っていいからね。どう？この服素敵でしょ。見た目だけじゃなく機能性も抜群なの。キャンプ用品店で一目惚れして買っちゃった。またまたキャンプ道具を買い足しちゃった。元を取れるくらい使いたいから君と何度も来なくっちゃね。うん、なんて開放感なの。もうこの眺めだけで麦シュワが飲めるわ。さあキャンプを始めましょう。よし、こっちの案件はこの書類でおしまい。次は、この取引か。どう考えても桁を間違えてるわよね、この発注数。これも今週中に確認を入れないと、あとあと面倒なことに。え？ああ、君か。今日は配達のバイト？ありがとう、ご苦労様。でもごめんなさい、今ちょっと手が離せないから。受け取りは他の誰かにお願い。じゃ、よろしく。こんにちは。そういうことだから私がサインするわね。荷物はひとまず玄関先に積んでおいてくれる？ん？私はそうでもないけど、まあゆかりさんは。こっちの資料は来週の頭までだけど、週末に催促が来るかもだし。よし、今やっちゃいましょう。いつもの倍くらいの効率で仕事してるわ。週末どうしても外したくない予定があるみたいで。あなた様と約束があるのでしょう。確かデイキャンプって聞いていますわ。それで頑張っているそうですの。前に失踪して以来キャンプにハマったみたいでして、そのおかげで業務がすこぶる好調に回ってますの。感心なことですわ。にゃゆかりがあれだけ仕事してるんだから、私はもうお休みしてもいいんじゃないかね。今のうちにこっそり。玉木さん、聞こえてるわよ。そんなに休みたいなら役所手続きにでも行ってもらおうかしら。待ち時間にたっぷり休めるわよ。にゃ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 、それは勘弁してほしいにゃ。退屈すぎて死んじゃうのにゃ。そう、じゃあ外回りを頼むわね。この商材なるはやで届けてって先方から言われてるから、よろしく。にゃやぶ蛇だったにゃ。外回りの方がお役所に行くよりまだマシかね。でも今の効率を維持できれば、そのうちみんなでまとまった休みを取れるかもしれないわね。あら、いいですわね。久しく慰安旅行もしてないですし、バカンスも検討しますわ。慰安旅行？バカンス？
なんて甘美な響きにゃ。それなら外回りぐらいお安いご用にゃ。行ってくるにゃ。ちょっと玉木さん、肝心の商材を忘れてるわよ。待ちなさいってば。とまあそういうことですから、今後も財団の業務が円滑に回るようゆかりさんの楽しみに付き合ってくださるかしら。取引成立ですわね。その暁にはあなた様もバカンスに招待して差し上げましてよ。よろしくお願いしますわ。ついにこの日が来たわね。待ちに待った週末のデイキャンプ。青々とした空、みずみずしい大自然、そして澄み渡った空気。はあ、息をするだけで体の中を洗われてるような心地がする。はあ、やっぱりいいわね。都会の喧騒から離れて大自然に身を委ねるこの開放感。仕事を全部終わらせてきた甲斐があったわ。肩の荷も降りて今までにないくらい清々しい気分だもの。君も毎日バイト詰めでしょ。今週もこの大自然に目いっぱい癒されちゃいましょう。いろいろ準備もしてきたから。よくぞ聞いてくれました。この大自然を余すことなく満喫するために今日のデイキャンプは趣向を変えてみようと思ってたの。ほら、ここって森に囲まれているでしょ。だから新鮮な果実もたくさんなってると思うの。それを使ってフレッシュジュースを手作りしてみたいの。そのための道具もすべて買い揃えておいたわ。あとはなってる材料の果実を取ってくるだけ。期待していいわよ。ジュースのレシピをたくさん覚えてきたから。それに果汁を気持ちよくなる水の原液と混ぜれば麦シュワみたいに楽しむこともできるし、まさに一石二鳥でしょ。もちろん君の分は気持ちよくなる水は抜きだから安心して。大人の味ってやつだから。それにちゃんと自重はするわよ。気持ちよくなる水の量を加減すればいつも見たくベロベロになんてならないはずだから。もうその目は信じてないわね。まあ無理もないけど。でも大丈夫、気持ちよくなるジュースにするのはあくまでおまけ。新鮮なフレッシュジュースを楽しむことが今回のプランなんだから。レシピだけじゃなく果実の種類も勉強してきたわ。ほら、また食べちゃいけないものを取らないようにね。そういうわけだから私に任せて。早速取りに行きましょう。美味しいジュースをごちそうしてあげる。あ、この辺りにベリーがたくさんなってるわ。こんなに早く見つかるなんて幸先がいいわね。安心して、下調べはバッチリなんだから。一目見ただけでどんな種類か見分けられるわよ。まずは黒くてツルツルしたのと赤くてつぶつぶしたのを探して。カシスとクランベリーといってジュースの定番なの。あ、でも見つけたら一度は私に見せてね。色や形が似ていても食べるのに向かないものもあるから。ん？あー、それはベリーじゃなくて柑橘系の実ね。定番といえば定番だけど、これは酸味が強い種類みたい。でもそれも少しだけ集めておきましょうか。スライスしてジュースに浮かべれば強すぎる酸味もきっといいアクセントになるわ。でしょでしょ、そういうちょっとしたひと手間を加えるのがいわゆるツーってやつなの。さあこの調子で集めていきましょう。気持ちよくなるジュー、バッじゃなくてフレッシュジュースを作るわよ。うん、だいぶ集まったわね。とりあえず2人分のジュースを作るのには十分かしら。
というか、このまま食べても美味しそうね。このクランベリーなんか麦シュワのつまみに良さそう。っていうのはまあ別の機会にするとして、ひとまずこれぐらいでいいんじゃないかしら。あんまり取りすぎても良くないし、うん。でも取れたのはベリーや柑橘系の果実ばかりか。まあ同じところで取ってるんだから似ちゃうのは当然よね。いえ、採取を続けましょう。場所を変えて別の種類の果実を探してみたいの。どうせならいろんな味を飲み比べてみたいじゃない。これだけじゃ大自然の味を満喫したとは言えないから、もっといろんな果実を集めて君にも楽しんでもらわないと。次はもう少し標高の高いところへ行ってみましょう。少し足を伸ばせばリンゴや桃の木もあるらしいの。自然の恵みを余すことなく集めきって色とりどりのフレッシュジュースを一緒に味わいましょう。ああ、よし、これだけ揃えば完璧ね。今すぐにだって果物屋が開けそうなぐらい集まったわ。そうね、これが新鮮な証なのよ。匂いを嗅いでるだけでもなんだか気持ちよくなってくる気が。というか改めて見ると甘みも風味も強くて気持ちよくなる水の原液と相性のいい種類ばかり。別に意識して集めたわけじゃないんだけど、麦シュワの実の本能が無意識で。それにせっかく取ったんだもん、美味しさを余すことなく楽しまなくちゃね。気持ちよくなる水の量を控えれば悪酔いは、うん、きっと大丈夫。さて始めましょうか。新鮮な果実を使った気持ちよくなれるジュース、またフレッシュジュースをご馳走するわ。こんなところね。あとは少し時間を置いて果汁の層ができるのを待ってからグラスに注げば、じゃじゃーん、ツートンカラーのフレッシュジュースよ。最後にスライスしたレモンをグラスの縁に添えてと。うん、なんて美しいのかしら。ステンドグラスみたいにキラキラして、もはや芸術品と言ってもいい出来だわね。君もそう思わない？かっこよかった？もしかして私のシェイカーさばきのこと？そんなに様になってた？もう褒めても何も出ないわよ。いや、まあ美味しいジュースは出てくるけどね。かっこいいって言ってもらえた。実は普段から家でシェイカー振ってるのよね。まさか披露することになるとは思わなかったけど、飲むことだけじゃなく作ることもたしなんでてよかったわ。これだけいいところを見せられればいつもキャンプ飲みで迷惑かけてる分のお礼には十分。すぐに君の分も作ってあげる。お姉さんに任せなさい。まずは果汁を注いでと。え、やだ、いけない。桃の果汁だと思ってうっかり大人の味に。これは私が飲むことにするわね。ちょっと待ってて、君の分は作り直すから。今どれぐらい原液を注いじゃったかしら。まあ多少濃くても一杯くらいなら大丈夫よね。はい、お待ちどうさま。桃とオレンジのミックスジュースよ。さあ、飲み物も揃ったことだし、そろそろ待ちに待った乾杯といきましょう。あ、その前に君、今日はありがとね。あんなにたくさんの果実、私一人じゃ運ぶだけで日が暮れちゃうもの。助かっちゃった。
ううん、今日だけじゃなくて毎週ありがとう。君とのデイキャンプのおかげで仕事にメリハリがついてるの。だからこのフレッシュジュースは日頃の感謝のお礼よ。ほろ酔いになる前に言っておこうと思って。大事なことはシラフの時に言っておかないとだから。それじゃお仕事を頑張った君と私に乾杯。やっぱりしょそぎすぎちゃった。未来気持ちよくなる水、うん、おいしい。でもいいです、気持ちよくなっていいです、問題ないんです。だってほら大自然からもらった飲み物なんだもの。飲まない方が失礼ってもんでしょ。ほい、おいしい。果実はまだまだたくさんあるわ。自然の恵みがこんなにいっぱい。あとしょっぱい分あるわよ。大自然に感謝、君にも感謝、財団のみんなにも感謝。え？このお店オリーブオイルがこんなに高いの？さすがクオリティの高い商品しか置いてないみたいね。ううん、でもここでおじけづいてはいられないわ。今週末こそは彼に見直してもらうんだから。あ、ありがとう。これで香辛料は揃ったかな。あのね、次のデイキャンプの食材は豪華にしたいの。そのこの間のお詫びも兼ねてね。ほら自重するって言ったくせに結局ベロベロになっちゃったでしょ。そのお詫びといつも週末に付き合ってくれるお礼を改めてしたいの、今週こそね。だから最高のキャンプ飯をご馳走してあげる。料理なら君も楽しめるし、麦シュワや気持ちよくなるジュースも抜きのつもりよ。ね、それぐらいの埋め合わせはさせて。これは大人の保険に関わることだから。というわけであとは具材ね。いくらかは山で取るとして、魚介はここで買っとかないと。エビ、イカ、旨味たっぷりの貝も買っておきましょうか。気になる？残念、まだ内緒よ。出来上がってのお楽しみ。さてと、ひとまず食材はこれぐらいでいいかしら。あんまりたくさん持ち込んでも余らせちゃうし。いつもの？ああ、乾き物のこと？そんなに言うほどいつも食べてるかしら。まあ、うん、食べてるわよね。魅力的な提案だわ。正直に言えばつまみもついでに買い置きしておきたいけど、今回は彼に最高のキャンプ飯をご馳走するって決めたんだもの。ここは我慢よ。ごめんね乾き物のみんな。そうね乾き物も悪くはないけど、あくまで今回は君に送る感謝のキャンプ飯がテーマなの。だから期待してて。よし、食材の下ごしらえはこれで万全ね。我ながら包丁さばきもこなれてきたわ。そろそろ鉄板も温まってきた頃かな。
ちょっと火力が弱いかも。魚介を扱うわけだし、もう少し強い方がいいわよね。火力の調整は薪じゃなくて藁でする。いい感じ。あら、おかえり。ありがとう。それじゃあ食材もすべて揃ったことだし、ここからが本番よ。ここでしか味わえない食べ応えのあるキャンプ飯、腕によりをかけて作っちゃうわよ。ああ、ダメダメ、これは埋め合わせも兼ねてるんだから、君は適当にくつろいで待ってて。作るところを見てたいの？それくらいなら別にいいけど、間近で見られたら毎日仕事終わりに必死に練習してたのがバレちゃわないかしら。でもきっと大丈夫なはず。今日はシラフだもん。せっかく汚名返上を果たす機会がまた巡ってきたんだもの。今日こそは彼に見直してもらうんだから。こうやってほんのり焦げ目がつくまで炒めたら、一旦火を弱めて食材に味を染み込ませるの。そして最後に香草を散らして、フライパンごとテーブルにドン。魚介と山菜のパエリア、これで完成。どう？簡単でしょ？ふふん、大切なのはちょっとしたひと手間なのよ。素材の味を最大限生かして余計なことはしない。それが美味しい料理を作るコツね。よかった。まずは一品、自分でもびっくりするぐらい上手にできたわ。お店で出されても遜色がない出来じゃない。それにこのかぐわしい香り、これで美味しくないなんてこと絶対あるはずないわ。だってこんなにも麦シュワが飲みたくてたまらないんだもの。え、うわ、いけない、火にかけっぱなしだったわ。さ、ぼさっとしてないで、続き。料理は効率が肝心、美冬さんのモットーを見習いましょう。ここでスパイスをひとつまみと。はい、これが最後の一品よ。全部完成。ほら見て、この完璧な出来栄え、ものすごく美味しそうでしょう。ええ、たくさん練習した甲斐が。ううん、なんでもないわよ。とにかくこれにて最高のキャンプ飯完成よ。テーブルの上が輝いて見える。なんて素敵なの。過去最高に食欲がそそられる光景だわ。はあ、もう待ちきれない。冷めないうちにいただいちゃいましょう。それと麦シュワも用意して。だ、じゃなかった、今日はなし。禁酒はキャンプよ。え、君、いつの間に。でもどうして。君って子は本当にありがとう。一口一口大事にいただくわね。君の気遣いちゃんと味わわせてもらうから。そうね、それじゃあ早速今日も乾杯。それといただきます。しみるわ。幸せが喉から全身に染み渡っていくような心地がする。キャンプ飯も麦シュワも最高ね。互いが互いの味を高め合って。うん、いつもよりずっと美味しい。それに料理にこれだけ食べ応えがあると、麦酒は飲むペースも自然と程よくなるわね。やっぱり
食事にこだわってみて正解だったわ。君はどう？お味の方は気に入ってくれた？ふふん、それはエビのアヒージョよ。ニンニクとオリーブオイルで煮込んだやつ。それでこっちは最初に作った魚介と山菜のパエリア。これは鉄板についたおこげがまた絶品なの。後で試してみて。そして極めつけはこのチーズフォンデュ。いろんな食材に絡めてみて。それぞれで違った味が楽しめるから。喜んでもらえて何よりよ。食材選びから頑張った甲斐があったわ。それとこの料理や麦シュワがこんなにも美味しいのって君のおかげだと思うの。ほら、この前のフレッシュジュースの時は君のためにとか言いながら、実は自分が思うキャンプの楽しさを一方的に押し付けてた気がしてて。でも君がこの麦シュワを、この最高の一杯を手渡してくれた時に気がついたの。お互いの楽しいことを持ち寄って共有してこそキャンプは特別になるんだなーって。ほら、ちょうどこの麦シュワとキャンプ飯みたいにね。さ、もっと食べて食べて。今日は特別に腕によりをかけたんだから。毎日っていうのはその通い妻的な意味って？なんてね、そんなわけないわよね。なんでもない、なんでもないわ。忘れて。それくらい教えてよヒーはね。分かってるわよ。というか毎日だなんていくらなんでも褒めすぎ。毎日こんな量食べてたら太っちゃうわよ。まったくもう。急に意味深なこと言われたからびっくりして酔いが覚めちゃったじゃない。ちょっとだけ飲み直そうかしら。君のせいよ。君、最高の一杯おかわりしてもいいかしら。このジョッキいっぱいに幸せを注いでね。って感じで、最近は週末にもっぱらデイキャンプね。辛い仕事もキャンプ飲みを楽しみになんとか乗り切ってるわ。へえ、新鮮な果実の気持ちよくなるジュースにおしゃれキャンプ飯か。楽しそう。ええ、特に大自然の中で飲む一杯の麦シワは格別。いえ、もはや革命と言ってもいいぐらいよ。いいわね。話を聞いてただけで麦シュワが進みそう。私もやってみようかしら、デイキャンプ。え、ぜひ試してみて。デイキャンプのみでの最高の一杯はもう本当にたまらないんだから。どっぷりハマってるみたいだね。進めた甲斐があったよ。あ、あなたは。どうも、久しぶりね。その説は相談に乗ってくれてありがとうございました。いや、なんのなんの。麦シュワ歴40年の者としてワコードの助けになれてよかったよ。最高の一杯は楽しめているようだね。ええ、おかげで麦シュワのマンネリもきれいさっぱり解消したわ。そうか。だが、あの時の私はまだ青かった。あれからもキャンプ飲みを繰り返すうち、私はようやく真理に、いや、キャンプ飲みにおける最高の一杯の上を行く本当の最高の一杯を見つけてしまったんだよ。なんですって？
今でさえキャンプ飲みで麦シュワライフが充実してるのに、最高の一杯にはまだ上があるっていうの？この話長くなりそう。追加のおつまみ頼んどくわね。私はスルメでお願い。それで本当の最高の一杯って？そう、あれは珍しく家族とキャンプをした時のことだった。ふむふむ。はあ、今日のキャンプも楽しかったわね。やっぱ何度来ても飽きないわ、この開放感。ああ、うんうん、今日はちょっとね。たまにはシラフで過ごすのもいいかなーって。正直言うとちょっと物足りないんだけど、でも本当の最高の一杯のためよ。今日一泊しようかなって。それでその一緒にいてくれるかしら。本当？よかった。それでね、どうして泊まりたいかっていうと、君と本当の最高の一杯を味わいたいの。ん？今一瞬不安そうな目になったわね。大丈夫、安心して。大人しか飲めない気持ちよくなる水系の話じゃないから。あ、でも、うん、見方によっては大人な味と言えなくもないかも。この前私にキャンプ飲みを勧めてくれた人から本当の最高の一杯の話を聞いたの。そしたらどうしても君と一緒に飲みたくなっちゃって。ほら、葵ちゃんたちとしたグループキャンプ以来ずっと私のデイキャンプに付き合ってくれてるでしょ。だからその集大成に挑戦してみたいの。それが本当の最高の一杯ってわけ。慌てないの、まだ秘密。その時になってのお楽しみ。さて、晩ご飯の準備をしましょうか。夜は冷えるから薪も多めに用意しておかなきゃ。ごちそうさまでした。晩ご飯もたくさん食べてくれてありがとう。食べっぷりがいいから毎回作るの楽しいし、キャンプ飯のレパートリーも増えて本当に一石二鳥だわ。まあね。だって本当の最高の一杯が待ってるはずだから。さて、食器を片付けたらそれぞれのテントに入りましょう。葵ちゃんたちとした以来の宿泊だもん。夜は久しぶりに静かに過ごすのもありかなって。それじゃあちょっと早いけどおやすみなさい。とは言ったものの、夜のキャンプ場ってこんなに真っ暗だったかしら。葵ちゃんたちとした時は、ああ、そうだったわ。夜は麦シワではしゃいでたからよく覚えてなかったわ。それに虫だか鳥だか犬なんだかよくわからない動物の鳴き声があちこちから聞こえるし、この真っ暗闇じゃ昼間は心地よく感じた森のさざめきまで不気味に思えるわ。これじゃ一人で朝まで耐え抜ける気がしないわ。この不安を払拭するには、そうそう、このエターナルジョッキで麦シワって、ダメ。私には、いえ、私たちには本当の最高の一杯が待ってるの。彼のためにもここは我慢よ。麦シュ。
当の最高の一杯をご馳走するって彼に大見え切ったんだもん。麦しわに誓って今日は禁しわよ。かくなる上は、恥はかき捨てよ。こんばんは。テントの向こうから失礼します。君起きてるかしら。その君が不安で寝つけないんじゃないかと思ってね。テントの外は真っ暗だし、変な動物の鳴き声とか風の音とかもするし、決して私が怖いわけじゃないのよ。君のためを思って朝までそばにいてあげようかなって。どういたしまして。失礼します。嘘、もう寝てる。君寝つき良すぎじゃない。意識しちゃってたのは私だけってこと？それはそれでなんか釈然としないけど、不安とか恐怖は随分和らいできたような。外から聞こえる音も不思議と心地よくなってきたわ。君の寝息が聞こえるからかしら。なんだかとっても安心してきちゃった。この感じ大人になってから忘れちゃってたな。そばに自分以外の体温がある。懐かしくて優しい感覚。おかげでよく眠れそう。この礼は夜明けまで取っておくわ。おやすみ。ねえ、君、起きて。ほら、朝よ。テントから出てきてちょうだい。おはよう。間に合ってよかったわ。綺麗な朝日でしょ。空気が澄んでるから、いつにも増して眩しく見えるわ。そしてこれが、はい。本当の最高の一杯。入れたてのコーヒーよ。冷めないうちにどうぞ。麦しわじゃないのが意外って顔ね。まずは一口飲んでみましょうよ。きっと理由がわかるはずだから。すごいわ。これが本当の最高の一杯なのね。実はね、今飲むまで半信半疑だったの。だって朝のコーヒーが本当の最高の一杯だって話、麦しわ仲間の口から出てきたんだもん。葵ちゃんから譲ってもらったものよ。確かに美味しい豆だけど、この前みんなで飲んだ時とは全然違うでしょ。本当の最高の一杯って豆の良し悪しは関係ないみたいなの。ちょっと肌寒い早朝のキャンプ場で登ってきた眩しい朝日を浴びながら、静かに大切な人と新しい一日の始まりを感じながら飲むコーヒー、それが本当の最高の一杯なんですって。だから私一人で飲んでもダメだし、君だけでもこの感動は味わえないわ。これを教えてくれた人は家族とキャンプに行った時に見つけたんだって。偶然麦しわを飲まずに早寝したら次の日早く起きちゃったらしくて、それで奥さんとコーヒーを楽しむことができたみたい。だから私も昨日は麦しわをぐっとこらえて早寝早起きをしたってわけなの。ずっと秘密にしててごめんね。でも君に素直に感動してもらいたかったから。よかった。勇気を出して誘ってみた甲斐があったわ。これもキャンプの醍醐味の一つなのよね。また新しい楽しみを見つけちゃった。ありがとう君。
それはその一緒にいてくれてというか、なんというかその、昨日の夜はカッコつけて君が心配なんて言ったけど、本当は私が不安だったの。でも君のゆるい感じを見たら安心して眠れちゃった。よく考えてみたら今日だけじゃなくて、いつもそんな感じで君には安らぎをもらってるのよね。大人の私がもらってどうするのって感じだけど、でもうん、君の前で無理にカッコつけなくてもいいのかなって。だからこれからも一緒にこうやって最高の一杯を飲んでいけたら嬉しいわ。いつか一緒に麦酒はもね。よし、調理器具もよし、君の方も片付けはおおむね終わったみたいね。ずいぶん手際が良くなったわよね。前はテントを畳むのも一苦労だったけど、これだけ早く撤収できるなら朝までキャンプしてその足で仕事だって行けちゃいそうね。次から考えてみましょう。それじゃああとは、ん？焚き火ってさっき消したわよね。なんかすごく眩しいんだけど、まさか焚き火が燃え上がって。いえ違うわ、光ってるのは君。ねえパパ、お肉まだ焼けないの？もう少し待ってなさい。今綾瀬さんが美味しく焼いてくれてるからね。いやー綾瀬さん、調理を任せきりにしてしまって悪いね。今うちの子は構われたい時期みたいで。いえとんでもないです。お肉は私に任せて、ぜひ構ってあげてください。くい、家族連れの幸せオーラ、眩しい、眩しすぎる。私には圧が強すぎるわ。一応彼にお願いして恋人のふりしてバーベキューに参加してもらったけど、想像でするアットホームな空気、はあ、息苦しい。この状況いつまで耐えられるかしら。麦シワは、麦シワさえあればこのやり場のない気分を快楽の彼方に吹き飛ばすことが。ちょっとだけ、ほんの一口だけ。いけない、早くグイッと行くところだった。ありがとう、君が止めてくれなかったら麦シワでなけなしの社会性を失うところだったわ。ちょっと綾瀬さんってば、ずっとお肉焼いてない？今日連れてきたそっちの彼、恋人なんでしょ？構ってあげなくていいの？いいのいいの、お肉食べないって誘ったら来ただけだから。やだ、花より団子な純朴彼氏か。にしてもずいぶん若くない？年下とは聞いてたけど。いや、まあそんなに年下でもないけど、大学生だからほんのちょっとよ。でも意外だな、真面目な綾瀬さんの彼がまさかの年下だなんて。慣れ初めとか聞かせてよ。しまった、そこまでは用意してなかったわ。どうしよう、下手に話すとボロが出ちゃうし。麦シワよ、麦シワは全てを解決する、ここは飲むしか。ほんとだ、危うく焦がしちゃうところだったわ。
花より団子と思いきや気配りもできるなんて、よくできた彼じゃない。いやはや見せつけてくれますね。もういつまでからかうつもり。ほらお肉どうぞ。あなたも彼と来てるんでしょ、持ってってあげて。はいはい、ありがたく頂戴します。じゃあ綾瀬さんとそっちの彼も楽しんでね。はあ、危ないところだったわ。その君ごめんね。恋人のふりだけじゃなく麦島のストップ役だなんて、わけのわからない頼み事して。でもあと少しだけ付き合ってちょうだい。この懇親会が終わるまで禁酒話を貫かなくちゃいけないの。いやー本当にすまないね、後片付けまで丸投げにしてしまって。いえいえ大したことじゃありませんから、あとは私と彼に任せてください。そうかい、じゃあお言葉に甘えて先に上がらせてもらうよ。そうそう、残っちゃった食材とかは家に持って帰って食べちゃっていいからね。経費で買ったものだけど後片付け分の手当てってことで。じゃあまた月曜日に。お疲れ様。はーい、お疲れ様でした。そして思った通り食材も余ったようね。明らかに人数に対して用意しすぎてたのよ。さあ飲み物や食材の後片付けを楽しみましょう。今日付き合ってくれたお礼をさせてちょうだい。お外で飲む麦酒は最高。はばからずに好きなだけ飲めるんだもの。アウトドアなんて柄じゃないけど、こういうのなら意外と悪くないのかも。好きなだけ食べて食べて。なんたってこれは後片付けなんだから。あ、会社のお金で食べるお肉おいしいわね。麦酒はもう飲み放題だし、日頃の疲れを吹っ飛ばしてやるんだから。あ、うん、実はねここのところ働き詰めで、こんな風に羽を伸ばせたのは久しぶりなの。一山越えたから今日の懇親会をやるって話になったんだけど、参加者は上司や同僚にその家族や恋人で、それに君とも会えてなかったしね。フラストレーションが溜まってたっていうか。ごめんね、変な話しちゃったわ。引いちゃった。そうかもね。感情もしっかり後片付けできたみたい。しっかり弱音入っちゃったけど、彼の前だとなぜだか自分を取り繕うのがバカバカしくなるのよね。それに私がこんなに素でいられるのなんて彼の前だけだし、ちょっとくらい甘えてみたって。ほらほら、もっとそばに寄って。恋人のふりまだ続けてもらわないと。もし同僚たちが戻ってきたら私が嘘ついてたってバレちゃうじゃない。みんな私たちがカップルだって信じてたみたいだったわよ。あ、そうだ、フリじゃなくて本当になっちゃう？私と恋人に。なんてね、冗談よ冗談。まだ麦酒も飲めない君にはちょっと刺激が強かったかな。こういう話はせめて麦酒を飲める年齢になってからよね。早く追いついてよ、待っててあげるから。
会社のお金で食べるお肉って、ゆかりってば真面目そうに見えて案外したたかなとこあるわよね。真面目で仕事のできる女がこの子の理想なんだろうけど、私は素のまんまなゆかりも十分魅力的だと思う。それにいくら大人ぶっていてもずっと取り繕っていられるわけじゃない。誰だっていつかはくたびれちゃう。だからこそゆかりが素のまんまでいられるように、あんたはそばにいてあげてちょうだい。頼んだわよ。あの子にとっては欠かせないおつまみなんだから。それじゃあまたね。片付けの途中に寝ちゃった。不思議な夢も見ていたような。早起きしすぎたかしら。でもなんだかすっきりした気分。胸の疲れが取れたような晴れ晴れした心地だわ。これも君と飲んだ本当の最高の一杯のおかげかしらね。キャンプを始めたきっかけは麦シュワをただただ飲むためだけだったけど、純粋に自然を楽しんだり料理にこだわってみたり、誰かと普段は話せないことも語り合ったり、そんな風に過ごす楽しさにも気づけたの。思い切ってキャンプに挑戦しなければ絶対にできなかったわ。それにキャンプにハマってから仕事がとっても順調なのよ。この前財団の業績が上がってるって褒めてくれたわ。きっと平日と週末のメリハリがついたのかしらね。前みたいにせかせかすることも減ったし、秋野さんってあんな感じの人だけど、やっぱり上司に褒められるって嬉しいことなのね。この話君にはちょっと早かったかな。でも社会人になったらこの気持ちが理解できると思うわ。だから君ももう少し大人になったら、いつかその時は麦しわでキャンプ飲みをしましょう。大人の味を一緒に味わえるのをお姉さんは楽しみに待ってるからね。お楽しみましょう。キャンプの心得その1、麦しわを欠かすべからず。本には書いてなかったけど、楽しみ方は人それぞれでしょ。さあ
飲んじゃうわよ。キャンプを始めてからデスクワークで落ちてた体力を取り戻せたの。オンオフのメリハリもついていいことばかりだわ。森よー、ありがとう。山よー、ありがとう。大自然にお負けにもう一つ、君にも乾杯。あ、もちろん飲んじゃってますよ。だってキャンプは自由に楽しんだもの勝ちなんだもの。麦酒だって飲み放題よ。それにね、万一酔いつぶれたって君が絶対解放してくれるでしょ。だから安心して飲めるの。いつもありがとね。週末が充実してるからこそいい仕事ができる。いい仕事をした分キャンプがもっと楽しくなる。うん、最高のサイクルね。最近は仕事終わりに飲まなくなってきたの。最高の一杯のための前向きな禁酒はってやつね。もうすっかりキャンプ飲みの虜よ。そろそろ帰る時間ね。明日からまた仕事か。でもキャンプ場は逃げないわよね。仕事を頑張ってまた一緒に楽しみに来ましょう。最近麦しわが前よりもっと美味しく感じるの。景色のおかげかキャンプ飯のおかげか、何が美味しくしてるのか考えてみたんだけどね。一番の理由は君と過ごしてるから。なんだと思う？きっとソロキャンプだったらこんなにも美味しいと感じないはずだわ。な、何が言いたいかっていうとね、これからもキャンプに付き合ってほしいってこと。君が一緒じゃなきゃ私のキャンプじゃないから。
乾杯。最高の一杯を楽しみましょう。大自然に囲まれて過ごす特別な時間。でも、それが特別に感じられるのは、君がそばにいるから。なのかもね。かわいいわね。今度キャンプ場に連れて行こうかしら。彼の分の食器もこっそり買い揃えちゃおうかな。それはさすがにまだ早いか。次はどんなキャンプ飯を作ろうかしら。彼の好物は？お断り。あったまる。冬のキャンプで使ってみたいわね。スログのに持ってこいね。テントの中に置いても良さそうだわ。こんなキャンプ飯もあるんだ。彼好きだったりするかな。仕事でもアウトドアでも頼れるお姉さんになれたらいいな。キャンプ開始。設営完了。完璧な焼き加減。実力出しちゃうわ。やあ、調子出てきた。完璧な焼き加減。実力出しちゃうわ。パーッと行きましょう。さあ、光よ集え。キャンピングライムライト。負けないわ。完璧な焼き加減。実力出しちゃうわ。仕上げの一杯よ。完璧な焼き加減。ほーっと行きましょう。さあ、光よ集え。キャンピングライムライト。実力出しちゃうわ。邪魔させない。完璧な焼き加減。実力出しちゃうわ。キャンプに乾杯。我らに加護を。みずみさん、頑張ろうね。止まりなさい。あなたに力を。仕留めるわ。勝ちに行くわ。これでとどめよ。スプラッシュライブ。すごいね。もう一杯いいわよね。聖なる力を抱きよ。任せて。さあ、光よ集え。キャンピングライムライト。効率的ね。実力出しちゃうわ。任せて。私に任せて。聖夜の一杯よ。助け合いね。
あなたに力を。邪魔しない。やっ、勝ちに行くわ。貫け、レビアタンランス。すごいね。締めの一杯にしましょう。任せて。聖なる盾よ。効率的ね。もう一度。任せて。私に任せて。聖夜の一杯よ。助け合いね。今が好機よ。貫け、レビアタンランス。あなたに力を。すごいね。くらいなさい。逃がさない。完璧な焼き加減。一本釣りよ。やったわ、ゆかりさん、大勝利よ。よし、帰って飲むわよ。お宝ゲットだにゃ。あたしたちは負けないにゃ。猫の手も貸してあげるにゃ。私に任せて。神聖なるシュドウ、セブンスヘブン。やっと、お前や。にゃ、あなたに力を。まだ働くにゃ。猫の手も貸してあげるにゃ。自慢の一撃にゃ。これがファントムキャットにゃ。猫猫ファントムラッシュ。すごいじゃない。いただきにゃ。自慢の一撃にゃ。いやー、いやにゃー。すごいじゃない。これで終わりならいいんだけど。聖なる力よ、私に任せて。聖夜の一杯よ。助かりゃ。私が遊んであげるにゃ。行くわよ。自慢の一撃にゃ。いい感じにゃ。ネコネコタイヤクラッシュ。すごいじゃない。覚悟するにゃ。やったね、北巻さん。ゆかりのおかげで楽勝だったにゃ。シュワシュワ。勝利をこの手に。あなたに力を。一戦ですわ。行くわよ。燃えてきましたわ。受けてみなさい。私たちの友情の力、ご覧あそばせ。さあ、優雅に踊りましょう。ノーベルブレイク。すごいわ。一戦ですわ。私に任せて。受けてみなさい。行きますわよ。これが勝つ時ものの力です。ノーベルプロミネンス。なあ、すごいね。一戦です。行きますわよ。ゴージャスに行きますわよ。ノーベルイルミネーション。すっごいね。青き光。帰って乾杯しましょう。二人ともさすがね。大詰めですわね。あなたに力を。行きますわよ。これが立つ時ものの力です。ノーベルプロミネンス。なあ、すっごいね。財力の出番ですわね。それ。勝利を祝して乾杯ですわ。やったー、麦酒は最高。